どうも、飯田です。フェアヘブンを田舎者が暴れてきた第32弾となります。今回はシボレーコルベと ZR1 の育成の方行こうと思います。さて、今回はですね、実はほとんどやったことがあるレースばかりなのでちょっと悩んでるところです。まあ、一応このチェインリフレクションは今までの実況でやったことないので、まあ、まずはこれから行きましょうか。で、まあ、後ほどいろいろと考えてみましょう。ちなみになぜレーススタートと出てるかと言いますと、まあ、これパナメラで1回参加したことあるんですね、実況以外で。まあ、前言った通りパナメラは育成対象外なのでもうさっさとやりました。なので、まあ、やってないイベントなのに目的地が表示されるという、まあ、奇妙なことが起きてるんですが、まあ、そういうしようということで、まあね、このゲーム本当真面目にやるともう何時間かかるか分かんないですけど、おっとっとっと、あ、でもここら辺信号ないよね。なんかもろ事故多発したいだと思うんですけどね。まあそこ突っ込んだら負けなんでしょうか。さて、まあ、今回なぜコルベットを選んだかと言いますと、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、最近デトロイトモーターショーが開かれましたね。で、新世代の、C7 型コルベットが公開お披露目となりました。で、なんか C7 から、C2 や C3 に、設定されていたスティングレイという名前が復活するみたいですね。ただ日本国内だと某 S 社 の, 社名と被るということで単にコルベットというだけとなってますけどね。まあそれは私もその某 S 社のオーナーですけどまあそもそもワゴンなんちゃらあんま好きじゃないんで、お前なんでなんて思ってるんだっけ。まあ、もっとも某 S 社は、まあ、過去にもスティングレースタイルとかそんな出してたんで、まあ そもそも某 S 社とこのシボレコルベットのなんか言ってどうよよよ、さっき明らかに信号無視じゃなかった、はい、っていうか、しかも変なとこ走ってるし後ろの青でマイカーズのフェアヘブンスタイルですね。見てても面白いんでいいんですけど、まあこれまだ交通量が少ないからいいんですよね。これ絶対交通量増えたらもう事故が多発ばっかりで話にならんですね。絶対あちこち渋滞できてやがる。いや渋滞できんか、みんな歩道とか走るから平常運行してそうな気がするんですが、で話戻しますが、で確か某 S 社の方はスティングとレイって鋭い目ってらしいですね、意味は。で、まあコルベットの方は赤い、まあ尻尾あたりに毒が入あるという、まあ非常に危なっかしい A です。まあ自分が調べたところはまあ、そもそも当時の担当者だったかな、釣りの趣味があったようで、まあ、そこからスティングプレーって名付けられたとか、まあ、当時のアメ車って本当なんか割となんか動物とかそういうの由来するのもありますよね。スーパービーとかスーパースネークとか、でもスーパースネークはワンオフやから、うん、市販車なんかとか微妙なせいですが、マスタングだって一応あれ動物の名前ですからね。で、まあ、今回は久々に毒々しい名前が復活した、バイパー VS スティングレイです果たして どっちの毒々しい獣がどういう戦いを繰り広げるか楽しみだったんですね。まあ、現世代コルベットはもうすでに C6 のでおい、こんな対向車体走るとむちゃくちゃ言うな相変わらずですね、いい加減突っ込むのもやめた方がいいかもしれませんが、まあ、うん、まあ、よく考えたらこれだからこそ、うん、まあ、一般市民もフェアヘブンスタイルを抜いてしまうかもしれませんが、まあ、ただちょっと、まあ、話申しますが、C7 コルベットはちょっと形がやや個性的ですね。特に今まで、まあ、C1 の後期から受け継がれて赤いテールランプ、じゃ丸いテールランプがなんか廃止されて、なんか蒲田さんっぽくなっちゃったみたいで、うん、ちょっとあれは俺はもう抵抗あるんですけどね。まあでも過去に C5 から C6 になるに至って、なんかリトラが廃止されて
これコルベットなのと思ってた時期もあったんで、まあ誰の問題でしょうかね。まあそれに相変わらずのアメリカンハイパフォーマンスカーらしさは引き継がれているようですし、まあ、これからもアメリカの、まあ、バイパーと並んでアメリカのトップとして頑張ってほしいもんですね。ちなみに、個人的にコルベットはマッスルカーだとは思っていません。まあ元々の生い立ちはGM がヨーロッパのスポーツカーに対抗できるものを作ろうと、あとまあ当時の、まあ、トップも車マニアで、まあそういうヨーロッパ製のスポーツカーに対抗するものができたいと、作りたいとか言ってたっていう流れもありましたし、まあこれまでロータスと提携して、まあ、ツインカムエンジンを搭載したりとか、まあもろ欧州車を意識したような感じですからね。まあ、確かに、大排気量エンジン、つかあれさっき信号無視だよね。相変わらずのフィアヘブンスタイルっていうか、なんていうか、まあ、確かに大排気量のオーバーヘッドバルブエンジンとか、まあ、アメリカ人好みなボディとか、まあ、マッスルカーらしさはあると思うんですけど。マッスルカーにしちゃ曲がりすぎですし、まあ、だから、まあ、アメリカが見出したパフォーマンスカーという自分は見かそういう見方です、まあ、SLS と、まあ、ライバルは SLS とか、GTR とかだと思っていますので、まあ、どっちかというと、まあ、マスタングとかよりは、まあ、フォード GT が近いかなって、まあ、ここのとこは人それぞれなんで何とも言えないとこもありますけどね。 C2 も C3 も一応マッスルカーじゃマッスルカーですし、ちょっとコルベットに関しては分類が難しいところですね。さて、相手は、パナメラに、フォード ZT、 あと確かこれ SLS も参加できたはずで、まあ、相手は GT カーだ、グランドスプリンカーですね。とりあえずいつも通りのフェアヘブンスタイルで貫いていきましょう。おーっと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 、ガーバナブルステークダー、いやさーて、この調子でディープダークブラックに決めていきましょう。問答無用無法、それがストリートレース。あーくおーあちょーおーあーおーおーおーうわっ、あーしまった、アクロバティックな赤いエーサーを見てた。赤いエーサーちゃんはコルベット。やめよやめよ、およしで、あやべやめた、おいや、まあ本当このゲームにミスが命取りですね。ましてちょっとまだチューニングパーツが組み込まれてないんで、まあ、NOS とかで補正できる、まあ、なんとか力づくで回避できるわけですよ。スラムテイクダウン、まあとりあえず実力行使を行使して、使いながらやっていきましょう。もうそれしか勝ち目がないわけですから。何どんなに手段が汚かろうとね、結果が残しちゃいいんや。結果主義なんですよ、世の中そんなもんですよ。いやー、けでマイナス。というわけで、この調子でどんじゃんじゃん、まあ、やっていきましょう。まあ、でもそんなディープダークな手段を使いながらも全然勝ててないっていう、なんかすごく悲しい展開ですがまあでも、なせばなるわけですから、まあ、ご利用しでも頑張っていきましょう。やらなきゃ前に進めないわけですからね。石橋は叩いて前に進まなきゃ、まあ、確かに落ちるかもしれませんけど、でもだからといって引き下がっていたら何も始まらないわけですからね。よし、なんとか、1位になりつつも、このゲルマンマッスルカーが鬱陶しいな。お前どっかつけて、うっとっとっと、あーくおー、やべえ、抜かれた。さっきは明らかに俺が問題です。サマイドケケイ、よしスラブタイクだ。さ
さあこの調子で1位まで、ね、逃げ切れたらいいんですけどね。まあ、おっと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 、ほらダメ。まあでも勝利は岩田さん、勝利は俺もだ。よっしゃー。しかしスピードランクは下の方。まあ無事勝てたことですし、いいでしょうか。きょう、さっきの仕返しと言わんばかりに、いや俺何もやってねえけど。第三次なんで、もしかしてこれ、じゃあさこらっしょ。これ絶対現実だったら中の人死んでるよねっていう。